ょっと今インサートの撮影中です。回転台に回転台を乗せて回しているところです。はい、お疲れ様でございます。今回ね、冷蔵庫にあった食材だけでちょっとカレー作っていきたいなと思います。さあ、少ない。これしかない。じゃがいも1個しかなかった。もうこれ使いましょうか。まずこれ、じゃがいもとカレー粉。ウインナー、エリンギ、そしてベーコンですね。調味料は後から準備しましょうか。まずは、じゃがいも洗いましょう。じゃがいもは芽だけ取って、あとはもう、細かく適当に皮ごといきましょうか。ちょっと電子レンジで作るんで、できるだけ細かくですね。だいたいサイコロぐらいのサイズに切ったら、これを加熱していきましょうか。あ、ちょっとエリンギも同じサイズぐらいに切ります。本当はキノコカレーにしたかったんですけどね、冷蔵庫にエリンギしかなかったんですよ。まいたけとかね、あと他のキノコあったらそちらの方を準備した方がいいですね。最近玉ねぎめちゃくちゃ高くないですか？買うのためらうぐらい高いですよね。なんでこんな値段上がってしまったのか。はい、あとウインナーも適当にサイコロぐらいのサイズに切りますと。よし。あとはベーコンも適当ですね。ちょっと待って、これ、器が小さいような気がしてきた。やばい、入るかな？はい、少し混ぜて、あとはここに野菜ジュースですね。野菜ジュースと水を加えます。これ 100cc ですかね。 100cc と、わ、多いな。水も少なめにしましょうか。水を足して、これでラップをして10分加熱します。ラップをふわっとして600ワットで10分いきましょうか。生姜入れるの忘れた。何してるん？めちゃくちゃ疲れてるわ。そしてカレーを1人前ですね。これ4つに割って2つ入れましょうか。やくや、あふれてバリバリこぼれてたわ。ここに生姜を足して、これも4個ともいきましょうか。よく混ぜます。あ、これもうちょっと切った方が良かったな。これ細かく切って混ぜた方がいいですね。はい、これでまたふわっとラップをして、あとはご飯の、ああ、ずれた。ご飯の解凍と一緒に加熱します。仕上がり具合の変更ができますよ。あとはご飯が準備できたら、ここに持っていくだけですね。ご飯すっくね。梅雨受けの水を捨ててくださいね。わ、ちょっとカレールー入れすぎたかな。ドロッドロやん。いや、こんなもんでいいでしょうか。2食分ぐらいですかね。わ、ちょっと水分足りんな。ドロッドロやん。今日の晩ご飯はカレーです。ちょっとパセリをかけて、はい、これで完成ですね。堂々になりすぎましたけどね。いただいていきましょうか。これカレーをこっちに置くんか、ライスをこのこっちに置くんかで迷いません？これね、アンケートを取りましょう。左カレー、右ライス。違うな。ちょっといただいていきましょうか。
できてますね。普通に作るより時短、そうです、やっぱ電子レンジ使った方がね、火の通りが早いんですぐできますよね。あとはもう鍋を洗わなくていいっていうのが楽ですよね。あ、人参と玉ねぎ欲しかった、冷蔵庫になかった。あとはこちらですね、今 40% 増量中でイオンで買える枝豆ですね、冷凍の枝豆、これ自然解凍でもいけるタイプです。そうです、今回のメインは こちらですよ。カレーとかどうでもいいんですよ、この 40% 増量中の枝豆、イオンの枝豆、これね138円ぐらいなんですよ、 400g138 円、これをちょっと押していきたいですね。ちょっとテレビ見ながらゆっくり食べていきましょうか。今回は電子レンジヘルシオでカレーを作る方法を紹介しました。多分調理時間15分ぐらいですかね、10分加熱して、600ワット10分で加熱してルーを混ぜて、さらに5分ぐらい加熱するだけでできますね。では以上ではあります。最後までご視聴いただきありがとうございます。喉痛い、ありがとうございました。佐藤の鏡餅のこのみかんだけを光らせて、いえいえ、どこ行くね。